しよみんでございます。はい、本日ですね、9月の6日月曜日でございます。はい、また JR 高槻に来ておりますが、今日はね青春18切符の旅なんですけど、ちょっと遅めですね。今6時50分ぐらいです。6時58分のね新快速に乗って、岡山経由、舞島じゃないわ、直島行きの予定でございます。ということで今回もどんな旅になるんでしょうか。それでは行ってきます。見てます。10時36分ぐらい。
回迷った末自転車借りることにしました。変速付き自転車で行きます。あ、しんど。結局ね、昨日に引き続き自転車を漕いでるって感じやね。まあ、そんな距離がないから平凡自転車でも大丈夫ですけど、行くぜ塩民ゴー。イエーイ。はい、この前のね、台風か大雨かの時にね、黄色いカボチャがあったんですけど、それが流された後ですね、こうやってあるはい、こんなになっちゃってます。やっぱり瀬戸内海といえども海はすごいですね。景色こんな感じです。あー、綺麗、いい感じだ。はい、ここが僕が好きなベネッセさんのね、アートの森っていうところかな。ベネッセの施設の中ですね。はい、どうも、しおみんでございます。もう港まで帰ってきております。4時2分のね、フェリーに乗って、本州の方に帰ろうと思ってます。実はね、コロナの影響もあってミサあんまりやってないのと、もう一つはね、今日月曜日ということで、定休日、いろいろね、室内の施設が全部定休日だったんですね。まあそれもあって、ちょっと早めに上がろうかなと思っております。本当はね、皆さんにその辺のね、施設もね、ご案内できればね、もっとね、素敵なビデオになったんだと思うんですけど、申し訳ございません。事前に調べとけばいいのにね、そういうことぐらい。ということでですね、まあ、外側だけでも割とね、外にある施設だけでも割と楽しめるような島でございます。
私も2回目で、できたらあの古民家プロジェクトとかですね、ご紹介できればすっげえ面白かったなと思ってるんですが、それでもね、半日ぐらいはすごい楽しめるかなというような島でございます。全部見るとね、多分ね2日ぐらい、ベネッセの施設とその古民家プロジェクトとかですね、ゆっくり見るとね、2日ぐらいかかるんじゃないかなとは思います。ぜひね1回ね、ちょっとだけとかですね、半日だけでもとかですね、1泊2日とかですね、そんなんでも来てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。シュッ。